はいよ、はいよ。今まだ7時前ですが、ジャン君、ポンちゃんは起き出してきています。人が起きると必ずすぐ起きるんですけれどね。そしてまだ朝日もまだ差し込み始めでしょうか。これから日が当たるというところですけれどね。おはよう。おはよう。あ、またピントが。はい、今朝の造花は、窓辺の造花は黒犬パパが行けました。なんかちょっと自信作ができたので撮影しています。ジャン君はここで見ててくれました。ジャン君どうだった？そうでもないのか。眠いんだよね。ジャン君。この時間はごめんね。ちょっと、日が当たり始めてるからね、ジャン君。このような感じです。ジャン君、もうちょっと窓に近いところ行けるよ。どうぞ。肩を寄せ合う。ジャン君とポンちゃんです。仲いいね。何ですか、ポンちゃんとのジャン君。超かわいい。ポンちゃんすごい女の子っぽい。かわいかった。ポンちゃん、お顔がのぷんぷんして。しないね。だってみんなしないもんね。ジャン君、今日は、黒犬パパのデスクの下で、マットを置いてあるところで休んでいます。あと5分ほどで生放送が始まりますが、ジャン君はこの状態からのスタートになりそうですね。いいよ、寝て。12時半になりました。12月5日猫カフェアスタマニャニャ、今日までは暖かいみたいなので、今のうちにちょっと出かけてみようかな。カレンダーをですね、ジャン君とポンちゃんの分は、ひとまずまあいい写真を集めたという形ですねは作りました。まだアップされていませんのでダウンロードできないんですが、それとは別にまた、そうですね、季節感をそれぞれ出したものっていうのと、それから、一時預かりのですね、子たちを集めたやつっていうのを一応企画中です。いずれもですね、12月の分はなくて1月からのカレンダーになりますので、少し余裕を見て、作ろうかなと思っています。まずできた分からアップしますんでね、皆さんは、無料でダウンロードという形を、取れるようにはしておきます。それではですね、風太郎さんですね、パパさん、ママさん、皆様、ジャン君、ポンちゃん、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。ちょっと待ってね、まだ
新しいシステムに変えてからですね、間がないので、ちょっと操作に手間取っています。音声と映像はどうでしょうか。ちょっと今暗がりにですね、ジャン君入っているので、少し画面は荒れているかもしれないんですけれど、まあこれが今日の限界ということで、お願いします。加納さん、こんにちは、こんにちは。しずぴょんさん、皆様、こんにちは、こんにちは。めいめいさん、パパさん、ママさん、ジャン君、ポンちゃん、皆さん、こんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ。さあ、それではですね。金丸さん、皆様、こんにちは。こんにちは。まずは、音楽でも。なるハミングが音外しちゃいましたね。そんなんじゃわかんないっていうのね。そして、こちらは読み上げがね、ちょっとごめんね、進んじゃってるのかな。めいめいさんと金丸さんまで読みましたね。風太郎さん、カレンダー余ってます。今年は枠があるので、印刷だけで済みます。あ、そういうことなの。はい。そして、キウイさん、皆様こんにちは、こんにちは。テーブルの下に入ってる。しずぴょんさん、画像音声大丈夫ですよ、ありがとうございます。いい感じですかね。それから浩二宮沢さん、パパさん、ママさん、猫図、皆さんこんにちは、こんにちは。ひとみさん、パパさん、ママさん、皆様こんにちは。今日はお休みなので久しぶりにゆっくり視聴できます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてですね、加納さん、魔女の宅急便のあれ、そう、あれ。ももあんさん、皆様こんにちは、こんにちは。ちょっとこれどうやったらいいのかな。これが長すぎる件をどうしようかな。ごめんなさいね。こちらの情報というかね、ちょっと下まで読み切れないんで、はい。そして風太郎さん、ルージュの伝言、その通りです。それだったんですけれども、最初の音、クロケンが外してました。ちょっと歌うね。のぞみさん、皆さんこんにちは、こんにちは。マロンゴーさん、パパとママとジャンお兄ちゃんとポーネちゃんと皆さんこんにちは、こんにちは。今日もよろしくお願いしますという方です。はい。それからユミコさん、こんにちは、こんにちは。どうやったら見やすいかな。こんな感じかな。奈々松本さん、こんにちは、こんにちは。
加納さん、曲名が思い出せなくてあれ扱い、それねあれとかそれとかで人生、できてますね、今ね。今日はちょっとですね、足を伸ばして駅の反対側ですねまで、自転車で来てみました。でまず一つ、駅を自転車で越えられるのかという線路ですねという疑問があって、だいぶ回り込まなきゃいけないのかと思ったんですが、小さな踏切が一つありました。これ発見したのはちょっと今日の成果です。おかげで反対側に抜け出る方法が分かったので、このようなですね小さいですけど公園を見つけました。これは季節によってはいい感じでしょうね。桜が多いようですね。